どうもこんにちは、小山です。今回はですね、ツイッターでまあたまたま見かけたんですけども、あの砂ずりかりんさんっていう人が、まあ、模試の不正をやっているんじゃないかということでね、この元学歴中の血が騒いでね、こういった動画をね、投稿させていただきました。うん。まあ、ちなみに私は、まあ、偏差値まあ45、まあ、これ実際載ってると思うんだけども、偏差値45からまあ1年で。まあ、中央大学に逆転合格した。まあ、偏差値15ぐらい上げて逆転合格をした、まあ、人物でもあります。砂ずりかりんさんが不正をしているんじゃないか、ということにね、非常に興味深く思ったんでね、今回もね、解説させていただこうかな、っていうふうに思っております。まあ、砂ずりかりんさんの過去の動画を拝見すると、まあ、学校のテストで、まあ、そもそも数学をできていたという、まあ、教書があるんです。はい、まあ、おそらくまあ、7割、8割を、まあ、取っていたんだと思うんです。なんで、まあ、数学の点数が、95って言っても、別に僕はおかしくはないと思います。まあ、実際に彼女の経歴を確認すると、まあ、高校1年生の時点で数研2級を取っていたのかな。で、まあ、おそらく、まあ、中学校受験も受かるぐらいなんだから、まあ、先天的な数学能力っていうのは高いと思うし、素質があるのかもしれない。ただね、ちょっと僕、違和感を感じたのが、物理の点数が、20点から90点っていうのは、ちょっと急成長すぎないかな、っていうふうに思うんですよ。まあ、科学に関しても、まあ、35点しか取れていなかったのに、いきなりそれが、まあ、83点になるっていうふうに言われたら、学歴中とか受験生から見たら、多分おかしく思えると思うんです。で、英語の点数に関しては、まあ、学年、テストで、まあ、38と低いスコアで、まあ、模試は75点を取ってるんだけども、まあ、模試の勉強ってね、まあ、ガチれば7割っていうのもいけるのよ。うん。それに僕、現役時代のテストあるんだけども、多分ここら辺載ってるんだけども、中央大学に、受かったんだけども、とても英語の点数は、まあ、中央大学に到底届かないような偏差値なわけよ。ね。ひどいね、学内テストでも偏差値40以下とかさ、笑っちゃうよね。しかもこれ、中央大学受ける前の、出たんだけど。でもまあ、模試の、成績はまあ、だいたい、まあ僕、英語、いつも40近辺だったんだけど。まあ、50とか、まあ、上振れして55とか取れてたので。まあ、なんか、英語苦手でも、まあ、模試の勉強がちって、読解とかを中心にやれば、まあ、7割いっても不思議じゃないと思う。ただ、暗記系の科目とはいえ、計算能力も十分求められる理科系科目で、学内テストを20点の人間が90を取ったり、まあ、科学を38から83へと上げたのは、ちょっと僕にとってはすごい異様な風に見えるんですよ。で、まあ、出身高校も調べました。まあ、出身高校の名前はまあ、伏せるんですけども、大体佐賀の地方高校で、まあ、大体私の通ってた、まあ、袋井高校というね、静岡にある自称進学校と、まあ、大体同じくらいの偏差値であることを確かに。で、まあ、進学実績も、地方国公立進学が7人、慶応大学進学が1人みたいな感じで、まあ、大体、トップの層ならば、まあ、要するに総計とか、地方国公立受けてもおかしくないかな、ぐらいの実力で、まあ、大体、うちのところもそう。自称進学校ぐらいの偏差値ならば、これトップじゃなかったら、まあ、大抵、総計や地方国公立っていうのは考えづらい。で、まあ、そこの、まあ、あくまで私、袋井高校の話をさせていただきますけども、そこの環境でトップだった、まあ、僕と中学校同じの頭がいい子がいてですね、その子はね、まあ、確かなんか、まあ、地方の国公立に行きましたね。学歴中の皆さんならわかると思うんだけど、駅弁以上、宮廷以下みたいな、そんなところに行きました。まあ、そいつ、むちゃくちゃ頭良かったんですよ。学年でも1位取るぐらいだったし、ずっと1位取るばっかりだったし、もう本当にね、僕とは、話し方がこう、いかにもバカそうな僕とは違って、すげえ色整然とした話し方するんですよ。で、そんなやつがようやく、偏差値60ちょい超えみたいな、そんな世界だったのに、いきなりこういう風な、チャラチャラ遊んでそうに見える TikToker が、いきなり偏差値75を取るっていうのは、すごい違和感を感じます。ただ断定はできません。まあ、ただ、ね、ここに、まあ、古典の偏差値6とか、英語の偏差値、30を取りながら、ね、学内のテストを取りながら、まあ、中央大学に受かったレアケースがいるので、
逆転合格を掴んだんだけども、それこそ死に物狂いの勉強をしてました。いや、もう狂ってましたね、正直言って。はい、私は、福呂井高校で何をしたかというと、まあ、自分を洗脳しまくったんですよ。自分を洗脳して、若手 TV っていう、まあ、学歴集の番組があるんですけども、それを見まくることで、いびつな、学歴感っていうものを、頭の中にすりつけて、学歴を優先しすぎて、友達の誘い、中学校からの友達の誘いを断るとか、学園祭を手伝わないとかっていうくらいのことをして、もうずっと勉強やってたんですよ。だからみんなが学園祭の手伝いやってるところで、俺平気で英検の勉強したりとか、みんなが遊んでる最中に、ぼっちで飯食って、勉強しに行く。平日は、まあ4時から10時までやって、まあ休日は、朝の9時から夜の9時まで。平日6時間、休日12時間、ぶっ通しで勉強してたわけ。で、休みのゲームとかも、地理の勉強のために、桃鉄の世界版みたいなのやった。まあ、それでようやく、偏差値40くらいから、まあ、3科目平均55までアップしました。まあ、ここに多分、まあ、おそらく上がってると思うんだけども、偏差値、まあ、それで15ぐらい1年で上がったんですね。その当時の、まあ、たかがね、まあ、ちごときでこんな、風に、学歴をこじらせまくってた。まあ、なんでこんなに僕こじらしたかっていうと、自分がすごいコンプの塊なんですよ。もうね、むちゃくちゃコンプレックスだった。だって僕、見てください、ね。この風貌でさ、地理優で、陰キャで、運動とかも下から3番目でした。勉強とかはもう下から2番目でした。で、おまけに性格も悪いんで、みんな僕のことをすごいいじってくるんです。って考えると、もう、すごいコンプだったから、コンプレックスでコンプレックスで自分の生きてる人生が、まあ今はもっとコンプレックスがもう肥大化してって、もう YouTube で顔出して、学歴動画を、撮るみたいな、もう頭のおかしいことしてるんですけども、まあ、要するに自分が死ぬほどコンプの塊だから、だから異様なほど、周りから見れば、こういうの死ぬんじゃないかって言われるぐらい勉強してました。ガリ勉だった。うん。それぐらいの、覚悟で、まあ僕は偏差値43から、はい、一気に55ぐらいの、まあ、5教科総合と、まあ3科目を比べるのはちょっとおかしいかもしれないけども、まあ1年で12くらい上げました。これぐらい血の滲むような努力をして、真面目に勉強しているのに、それを TikTok 撮って、アイドル活動して、遊びながら、で、こう、変なダンス踊ってそうに見える、キラキラ女性が、いきなり偏差値75ですって言ったら、まあ、そりゃあね、ガリ勉とかさ、学歴中とかさ、ルサロにいるようなやつが、まあ、浪人帰るとかっていうところから見れば、まあ、違和感の塊だと思うんですよ。うん。まあ、実際、僕もこれを見た瞬間に、こんな短期間で上がるのかって、本当に疑問に思いましたね。まあ、でも、偏差値70超えててもおかしくないと思います。だって彼女すげえ地頭良いと思います、ね。うん。だって、考えてみてくださいよ。10代にしてですよ。10代にして、ね、自分をあれだけ発信できてて、あれだけの美貌を持っていて、あれだけもてはやされていて、TikTok のフォロワー50万人か。を達成してる人だ。すげえよな、あの人。その時点で、おそらくこの底辺 YouTuber の、動画を見てるような、おめえらと、この、砂ずりカリンっていう女性は、ステージが違うんだ。仮に、もしが嘘だとしても、まあ、人生うまくいっちゃうような人なんですよ、あの人。僕みたいなさ、凡人天才型ではない人たちが多分この動画見てると思うんだよね。小学校の頃から、家庭に恵まれていて、で、中学受験もできて、で、数学の才能もあって、数研も受かって、で、TikTok のフォロワー500万人達成して、で、ルックスもむちゃくちゃ良くて、いわゆる持ってる、人じゃないですか、この砂塚海音さんっていう人。だから偏差値70超えててもおかしくないと。できちゃう。まあ、ただ、この動画多分おそらく砂塚海音さんとか見てないと思うんだけど、気をつけてほしい。模試っていうのは本当の実力を表しない。あくまで、その模試に特化すれば、偏差値60超えとかも夢じゃないんだ。まあ、私は、学校の、テストには全くやる気を示さずに、ノーベンで行って偏差値30とか、叩き出してたけども、模試に関しては、しっかりと過去5年分ずっと解きまくって、世界史とかだと偏差値68とか、まあ国語でも偏差値55超え、ぐらいを取ったことがある。
だからその模試に特化すれば偏差値が60超えるとかそんな難しいことじゃない。気をつけてほしいのは模試の実力は本当の実力を表さないってこと。私立文系の受験ガチ勢から言わせてもらうと慶応は多分 A 判定でも落ちると思います。まあ、マーチだったらばマーチレベルとか日コマレベルであれば基礎をしっかり固めていれば模試の成果が反映されやすいです。それはなぜか、マーチ、日コマは基礎的なところを出してくる。ところがですよ。ところが、早慶は残念ながらそうではないんです。まあ、これ早慶の問題集、一回でもやった人かな、わかるんだけども、まあ、あるいは早慶 の、なんだっけな、テスト。まあ、過去のテストとか、過去問解いた人だったらば、多分わかると思うんだけども、早慶特有のクソ問題っていうのが出てくるんだよ。そう。なんでこんなん解かなきゃあかんねんとか、まあ、明らかにこれ高校のレベル超えてるだろっていう問題は平気で出してきます。だから、要するに、早慶の対策をしないと、模試の偏差値が、いくら良くても、平気で落ちます。なんで、まあ、砂ずりかりんさんみたいな、超巨大インフルエンサーが、まあ、私の動画なんて見ないと思うんですけど、気をつけてください。これ、模試の成績良くて安心しているおめえら、同じだからな。早慶は平気で落ちるから、気をつけましょう。彼女の場合だと、まあ、多分まあね、地頭むちゃくちゃいいんだと思う。17歳、16歳の時は、まあ、ろくなことしてなかったんだけども、彼女も16とか17にして、もう、TikTok50 万人超えのインフルエンサーだろ。俺らとはステージが違う人間なわけよ。ね。地頭良さそうだし、中学受験もちゃんと合格してるし、もしかしたら裏では、むちゃくちゃ要領よく努力してるのかもしれない。だから、模試で、このような点数を、ね、凡人から見たら、そりゃあこんな点数取れるわけないだろうって思うかもしれないけども、天才とかむっちゃ容量のいいやつだったらばこれぐらい取れても僕は不思議ではないと思います。うん、まあそれに数件受かってるってことだから多分元々持ってる数学能力すごい高いんだなっていう。まあそれに高校時代なんか首席で入ったとかっていうのも語ってるし、まあ数件も取れちゃってるし、まあ高校時代インフルエンサーやアイドル活動的なことを高校生活と両立している人間だから、だから僕不思議じゃないと思います。まあ世の中にはね、容量がすごく良くてね、何でもできちゃう人間っていうのがいるんですよ。いわゆる天性の天才とか、持って生まれてきた人。僕の周りにもいます、そういうやつ。僕は死ぬほど、不器用貧乏です。器用貧乏じゃないです。不器用貧乏です。つまり何をを一生懸命やっても、全然うまくいかないみたいな。で、死ぬほどどんくさいんですよ。中央大学には、まあ、こう、学歴洗脳をすることで、なんとか分かったんですけども、いわゆる天性のキラキラみたいな、持ってる人っていうのがいて、いつもキラキラしていて、僕みたいな地位優にも優しいやつ本当にいるんですよ。うん。で、そいつむちゃくちゃできた。やる気がなかったのが致命的だったけども、だから能力の割にはすげえ、のほほんとしてんだよ。のほほんとしてるけども、そいつは、習い事も同期で始めたのに、僕は、しょぼい成績しか残せなかったけども、そいつは、トップになった。で、運動も、なんとなくこなしてたし、周りに自然と友達がいました。本当に すごい人です。まあ、そいつも裏で結構努力してるんだろうけども、まあ少なくとも、僕よりかは、すごい容量が良かったと思います。いるんだよ、生まれながらにしてステージが違う人間って。多分彼女はそういうね、なんか、持って生まれてきた人間だと、思うんですよ。モテる人間っていうのは、持って生まれてくるんですよ。悔しながら。まあ、おそらくもね、彼女はね、まあ今年ね、まあこれは僕の考えだぜ。これは僕の考えだけど、今年推薦だかなんだか受けて、合格しちゃうような、そんな要領のいい女性なんだと思う。つまり、こう、陰キャの学歴中とか、ガリ弁とか、そういうのとは違った、要領のいい女性なんだよ。ツイッターの学歴中とか、浪人生、まああとはガリ弁の人たちが、まあ、ブーブー言いたくなるものはわかる。なぜならば、彼らは持てない人間だから、何もかも持ってない人間だから、不平不満がすごくて、だからこういう天性の持ってる人たちを見ちゃうと、信じられないんですよ。自分の世界が崩壊しちゃうから。まあ、彼らは、まあ、要するに学歴っていうところで一発逆転を狙ってるから。だからこう、生まれながらにしてカードを持ってる人間のことが理解できない。だから、不平不満がすごくて、すごいコンプでどうしようもないから、こういう何もかも生まれながらにして持ってる人間に嫉妬してあーだこうだの文句つけてるんだと思う。まあ僕も正直言ってそう思う。彼女に関しては、模試を不正している可能性の方がちょっと高いんじゃないかなって思うけども、
でもおそらく、ただ、これは一つだけ言えるんだけども、彼女は生まれながらにして、いろいろなカードを持っている人間だということは、これ確実に言えると。こんなさ、キラキラしててさ、いきなり YouTube でさ、ね、自分、なんかあんま勉強してないんですけども、偏差値75取った、とかって言ったらさ、ふざけんなよ、クソッコって思うんじゃないでしょうかね、クソッコ。ふざけんなよ、クソって思うと思うんですよ。だって僕たち努力したって持ってない人間だから、届かないじゃないですか。まあ、それがたとえ報われないものだとしても、もうキラキラしてるやつにうぜえとか、そういう感情を抱きたくなかったらば、もう自分なりに必死に努力しなくちゃいけない。いや、もしかしたら無駄なのかもしれない。僕実際中大受かったけども、その就活とか全然ダメダメだし、なんならは友達もいないし、ネットでは問題行動を起こしまくるし、まあ実際こうやって今ネットでこう学歴の、23歳になった今でも学歴の話してるって相当やばい人間なんだけども、もしかしたらどうにもなんないかもしんないけども、生まれながらにして、持ったカードに文句言ってギャーギャー持ってるやつの文句つけるぐらいだったら、なんとかやりくりして、もう追いつくしかないと思うんだ。だって持ってるカードは変えられないんだから。これは僕なりの考えなんだけども、今きっと、すごい君惨めだと思うんだよ。画面の前の。だけども、他人のことなど気にならなくほど努力して、持ってる奴らって油断するんだよ。絶対どこかでおごりが出る。自分持ってるから。持たない人間は、そうやって持ってる人間がね、油断している隙に、死ぬほど努力を重ねてください。で、それで、死ぬほど努力して、頑張って、カードを持ったら、その、もともとカードを持っていた人間のことを笑えばいい、あざ笑えばいいと思う。まあ、それ、すげえ僕、ひねくれた思想だよなっていうふうに思うけども、僕、陰キャで何も持ってませんからね。カード持ってない人間だから、まあ、これぐらいはね、言ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、以上です。まあ、YouTube ね、私、死ぬ気でね、いつも動画投稿して、まあ、死ぬ気具合は伝わってないと思うんだけども、まあ、それぐらい真面目にやってるんで、よかったらチャンネル登録して、最後まで見てください。よろしくお願いします。では、本日はありがとうございました。